はい、じゃあそれではけん玉対決のルールなんですけど、待って、え、先輩いいんだな、全然大丈夫、いいんだな、はい、じゃあ先行ちょっとお願いします。まあでもやっぱ負けて終われないですね、僕らもファイターなんで。まあそうやな、負けず嫌いしたのも、うん、やっぱここはこっちの土俵でスパーリング次行きましょう。だからリンヤさん、パツさん、ぜひセコンドお願いします。ちょ待って、スパーリングをするの誰と？アツキ君とスパーリングするの、うん、ごめん、それは協力できん、俺それはマジでごめんだけど、えごめん、こうなるわ。いや、ちゃうね、ちゃうね、おかしいでしょ、なんで。いや、ごめん、強いから。強いから、さすがに俺はちょっと、タイヤの弱点知ってるから、そこをしっかり教えて、まあ、僕らはね、はい、普段タイヤと練習して弱点いっぱい知ってるんで、全部言って、ありがとうございます、勝たせよ、はい、勝たせよ、アツキをお願いします。頑張ってくれ。まあ、10秒もたと思います。多分初めてだね、こういう企画っていうか、この遊びチャンネルでやった。そう、まあ、もちろん多分これからもそういうのあるだろうし、格闘技のものを上げてチャンネル登録お願いします。本当にお願いします。不自然すぎる。チャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。ちょっとだけお兄ちゃんが持ってて、次やってるわけじゃないんですけど、まあでも気持ちやな。いや、すごいですね、変な感じする。当たる瞬間だけちょっと爆発やかん、すげえ開かないだろか、ちょっとあれやろ。あ、いいね。おパンチ強いっす。本当に。いやマジで。タイヤよりパンチ強いっす。で、当たり方がめっちゃいいんですよね、パンチの。もう一回行こう。おいみんな作戦会議、みんなよ、してんのよ、みんなタックル入っ
ガーッと追いかけるのがしんどいから、こうこの感じでちょっと下がり出したら、下がったらちょっとゆっくり追いかける。アツキ、ちょっと削っとくわ。ちゃんとやる。ちゃんと削ってます。お前、お前、はい。そしたら、こう構えてるやんと、こう向き合ったやわ、ガードだけやから、じっくりじっくり行かないと、サルバスさん、そうそう、あいつ、僕はめっちゃ速いから、こんな感じでめっちゃ速いから、で、また、こんなシェフ、ダッシュって言うから、当たったと思ったら、あっ、って言うから、やばい。大丈夫ですね。タイヤ早いですけど、長いですパンチが。リーチが長いんで多分大丈夫だと思います。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。おっす。ありがとうございます。おっす。はい、両者中央。3分1ラウンドになります。アツキは顔面、ボディ、ロー、好きな攻撃。何でもあり、パンチとキックで、3分の中で一発でも顔面かボディに打撃を当てれば勝ち。ディフェンスオンリーね。タイはディフェンスオンリーで3分間一発も当てられずにさばききったら勝ち。 OK、 3分1ラウンドアグレッシブにいこう。はい、アグレッシブになるなよ。OK、 じゃあグラブタッチ。よし、頑張るぞ。はい、いけるな。よし、頑張れ。よし、Are you ready? はい。Ready? Fight! Go! Get it!あれ今何の時間でしたっけ。普通に当てられたからレフリーとしての仕事すらしてないんだけど。あれ今なんですかこのカメラ。なんですか、なんでしたっけ。あれ、ね、なんでグローブつけてんの。アツキと、あれ、あ、奥君どうしたの。2番勝負で、あべ、お前けん玉負けて、うん、次こっちの土俵で戦うっつってパンチ当てられねえよって言ってやってたのに、避けたと思ってしまうスコーンもらっとったから。記憶にないっすよ、まあ、はい、右ストレート見事ヒットにより勝者アツキ。ほら、いやいやいや、もう一回行きましょう。もう一回、ええ、もう一回行きましょう。いや、それ物を頼む態度じゃないでしょ。お願いします。お願いしてる。三点倒立。あ、これダメです。じゃあもう一回行きましょう。おお、あ、オッケーな。はい、オッケーです。次負けた、負け。俺やったら絶対な。当てられるし。負けないんで大丈夫です。よし。いやでもマジで。一回目の蹴りがあんな強い。一回目あんな見せられたら。まあでも相当プレッシャーかかってるんで、まあ多分高谷負けるでしょ。次じゃあディフェンス仕切るってことでいいですか。はい。いいですか。はい。よし。じゃあアツキもやるって言ってるから。まあそうですね。じゃあ泣きの一回。あ、お願いします。認めましょう。お願いします。やりましょう。レディー
どうボディ打ったでしょ。何してんだもう。おい、待って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 、ブレイクブレイクブレイク、待ってください待ってください、ブレイクブレイクブレイク、待ってください、ちょ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 、失格により勝者アツキ。いやめっちゃ強かった。キリがいいね。ごめん、だから大丈夫聞きました今、もう一回言ってやって、ごめん、タカ大丈夫か、タカ大丈夫か、大丈夫、今気にしたくなかったんですけど2本とも負けましたけど、今の気持ちは、やっぱ人間って負けてからが大事なんですよ。やっぱ勝ち続けるのも大事ですけど、やっぱ負けてからその人がどう頑張るかによってこの先ね本当に変わってくるんで、まあそうですね、全然気にしないです。はい、まあ、 あの勝ちは勝ちということで打撃なしですけど高谷は。いやでもマジで言っておきますけど蹴りめちゃくちゃ強いっす。いや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 、俺びっくりしたっす。でパンチを見て受けて思ったらめちゃくちゃパンチも重たくてすごい面白いなと思いました、ね、初心者と思えなかったっす。ありがとうございます。じゃあ今日は一日ありがとうございました。お疲れ様でした。乾杯。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ味も美味しいね。でしょ。ありがとう。いや、佐藤が作ってないでしょ。私が間違えた。でもね、美味しいよね、これ、うん、飲みやすいし。今日どうだった？いや、楽しかった、めちゃめちゃ。そっか引きずって持ち込みたかや。はい、ということで、はい、今日わざわざ遠い遠い夢の国からお越しいただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しくて、すごい貴重な経験をさせていただきありがとうございます。もうこのことは僕も一生根に持つんで、はい、まあ結構タカあんま負けないけど俺が負け1黒星つけさせたということで、人生初の、人生初がないな、人生初の黒星はい、本当に悔しいんでちょっと出直してきます。またお願いします。またね、タイミングが合えば、はい、まあもちろんプライベートでは合ってるけど、YouTube とか、そうだね、こうやって撮らせてもらうの初めて。うん、そうね、確かにカメラあんの旅ぶりなんで。そうだね、まあ仲いいから緊張せずできたかなと思う。ガチガチってこれちょっとマジ緊張する。グローブつけると緊張するよね。うん、そんな感じで、はい、またいつでも遊びに。ありがとうございます。お願いします。いろいろ動かせたら、体とか心とかね。はい、心も動かしていきましょう。じゃあ帰りますか。帰りますか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではありがとうございました。お世話になりました。お世話しました。ありがとうございます。お世話されました。じゃあまた、はい、帰りましょう。
。あ、OK。 お疲れっす。今回なんで通常させてくれたの一番最初に。今回はちょっとムキムキで、なんかかっこいいなと思って、かわいいなと思いました。ねえ、そんな褒めないのよ。手つないでいこう。あ、そう。あ、ちょっと待って、これよくねえ。ちゃうねん。お前が一番ダメでした。あの、一個目してください。次当てる。反撃なしの、なんかまあまあいい感じでも入ってるし。あ、好き。あざっす。